このお父さんいつもそんな感じなんだけど、運が悪かったっていうかね。まあしょうがないんだよね。しょうがないんだけど、ようこそもぐらだ木造です。今回も木造の動画を見ていただきましてどうもありがとうございます。ということで今回はですね、LINE のチャレンジ企画っていうことで、なんか新機能でチャレンジストーリーっていうのがあったんです。それちょっとここにあげるんですけども、これが録画したやつなんですけども、なんかチャレンジ機能っていうのがあって、よくわかんない、 お父さんよくわかんないんだけど、そのチャレンジ機能で、その LINE のキャラのクマの、ブラウンを描いてみようっていうチャレンジ企画があったんですよ。これが確か29日の金曜日にあったんですけれども、5月のね、で5月30日が仕事で、31日がちょうどお父さん休みだったんで、31日によし、じゃあとりあえずやってみようということで他のを見てみたら、いろいろ写真とか動画とかいろいろやってるんで、絵だけじゃなくて他の人がね、だからお父さんはじゃあいいや、動画でいいやと思って、とりあえずこれ出してみたんですよ、このチャレンジ企画に対してね。でブラウンということで、ぬいぐるみのクマを使ってこういうふうに、いやってちょっとおちゃらけた感じで投稿してみたんですよ。だけどやっぱりね、あんまり見てくれる人もいなくて、でも自分ではよくできたなと思うんですよね、こんな感じで。だけどダメでした。あんまり人気出ないし見てくれる人も少なかったんで、じゃあしょうがないなと思ったんで、中古車屋にね、やっぱりクマのブラウンに似てるのがあったんで、ちょっと撮ってきました。それがまたこれなんですけども、こんな感じで作ってみましたね。車に乗ったクマみたいな感じで、ブラウンさんで、これもね、まあ見てくれる人80人ぐらいいたんですけど、まああんまりやっぱり人気出なくて、やっぱりダメ、やっぱりパクリはダメなんだなと思って、でしょうがない。で1日が仕事だったんですよ、6月1日が。だから31日はこの2本をの動画を出して、さっきのぬいぐるみとこのクマの大きなぬいぐるみ、中古車屋のね、出してダメだったんで、でしょうがないと思って、で6月1日がお父さん仕事だったから、まあ昨日帰ってきてからいろいろ絵を描き始めて、もうちょっとそういうの結構好きなんで、でどうせだったらこんな感じでちょっと描いてみたんだね。まあここにもちょっとあれなんですけど、描いてみて2日かかりでねやった作品が、ちょっと見てください。ブラウン描いてみたと、バイモグラダ木造みたいな感じで出したんです。これよくできたと思って、でまあ出したんですよ。そしたらなんと、このお父さんいつもそんな感じなんだけど、運が悪かったっていうかね、まあしょうがないんだよね、しょうがないんだけど、このチャレンジ企画がなんと終わってたみたいな感じで、で残念ながらしょうがないから普通のタイムラインに載せました、先ほど。でもね、今回このお父さんが描いた絵ね、この絵ははっきり言ってね、木造、このモグラダ木造っていうキャラを意識してちょっと作った絵なんで、今後このキャラを使って YouTube モグラダ木造のあれやこれやな光景をやっていきたいと思います。でこれで一応作ったのがこんな感じ、ポンと、ちょっと見てください、ちょっと画面いっぱいにこんな感じで、今後はこんな感じでやっていきたいと思いますので、このなんていう、モグラダ木造のキャラ、自分で作ったキャラを使って、ちょうどね良かったなと思うんですよね。たまたま、まあ、ひょうたんからコマじゃないけど、こういう
アニメというかキャラができたんで、今後はぜひ使っていこうかなと思うんで、まあよろしくお願いいたします。また今後ともよろしく、なんていうの、お願いしますみたいな感じで、チャンネル登録の方ももしよろしければぜひよろしくお願いいたします。もぐらだ木造でした。